第3代目のイギリス国王。1760年10月25日から1800年12月31日までは、グレートブリテン国王兼アイルランド国王であり、1801年1月1日に、両国が合同してから、崩御するまでは、グレートブリテン及びアイルランド連合王国国王。また同時に、新聖ローマ帝国のハノーファー選帝公でもあり、 1814年10月12日以後は、ハノーファーをゲオルク3世に昇格した。ハノーバー家の国王だったが、先代、先々代と異なりイギリス生まれで、母語は英語であり、ハノーファーへは一度も訪れなかった。ジョージ3世の寿命と知性の長さはそれまでのすべてのイギリス国王よりも長く、ヨーロッパからアフリカ、アメリカ、 アジアまで拡大した多くの軍事紛争に彩られた。地政初期には、グレートブリテン王国が7年戦争で、フランス王国に勝利、北アメリカとインドにおけるヨーロッパ諸国の勢力の間で、支配的な勢力となった。しかし、アメリカ独立戦争では敗北して13、植民地はじめ北米の多くの植民地を失った。年からは、 革命時期とナポレオンの帝政時期のフランスとの戦争に突入、1815年のワーテルローの戦いまで続いた。治世後期は精神疾患に繰り返し悩まされた。ポルフィリン症を患っていたとされたが、病気の原因は不明のままである。1810年に病気が再発、回復の兆しもなかったため摂政が任命され、 長男のジョージ王太子が、摂政王太子として統治した。1820年1月29日に、ジョージ3世が81歳で崩御すると、摂政王太子は57歳でジョージ4世として、王位を継承した。ジョージ3世の一生に関する指摘分析において、様々な意見が様変わりした。これは、電気作家が入手可能な資料を、 そして彼ら自身の偏見に起因する。20世紀の後半に再評価されるまで、アメリカ合衆国における、ジョージ3世の評価は某君そのものであったが、イギリスにおいては、帝国主義の失敗のスケープゴートになった。ジョージと弟、ヨーク、オールバニコンエドワード、そして、家庭教師のフランシス・エースコー、後に、ブリストル大聖堂の主席司祭。 1749年頃、ジョージ3世は、プリンス・オブ・ウェールズ・フレデリック・ルイスとその日オーガスタ・オブ、サクス・ゴータの長男として、ロンドンのノーフォークハウスで生まれた。当時の国王・ジョージ2世の孫にあたる。予定より2ヶ月早い出産であり、溶接すると考えられたため、同日に、セント・ジェームズ教会の牧師兼オックスフォード主教のトマス・セッカーにより、洗礼がなされた。 一ヶ月後には改めて、ノーフォークハウスで、公開洗礼がセッカーによって行われた。名親は、スウェーデン王フレドリク一世、ザクセンゴーターアルテンブルクコーフリードリヒ三世、オーバゾフィードロテアフォンハのーファーが務めた。ジョージは健康だったが、控えめで、内気な子供に成長した。一家は、レスタースクエア移住。ジョージは、弟のエドワードと共に、 家庭教師から教育を受けた。家族の手紙によると、ジョージは8歳には、英語とドイツ語で読み書きでき、当時の政治事件にコメントすることができた。また、彼は、科学を系統的に勉強した初のイギリス国王であった。科学と物理学のほか天文学、数学、フランス語、ラテン語、歴史、音楽、地理、商業、農業、憲法を学び、 またダンス、フェンシング、乗馬などの体育と、社交活動も行った。イングランド国教会から宗教に関する教育も受けた。10歳の時、ジョージは家族と共に、ジョゼフ・アディソンの加藤を演じ、なんという男の子でしょう。本当に、イングランド生まれ、イングランド育ちな男の子だというセリフを言った。歴史家のロムニー・セジオイックはこのセリフがジョージに、 関連付けられる唯一のフレーズのソースであるとした。ジョージの祖父である国王ジョージ2世は息子のフレデリック・ルイスを嫌い、孫であるジョージにも興味を持たなかった。しかし、1751年にフレデリック・ルイスが肺の怪我で休止すると、ジョージが王位の推定相続人になるとともに、父の称号の一つであるエディンバラ行為を相続した。 ジョージ2世は孫に興味を持ち始め、3週間後には、ジョージを、プリンス・オブ・ウェールズに助した。ジョージ3世、ジャネティエンヌ・ヌリオタール作、1754年。1756年春、ジョージの18歳の誕生日が近づくと、ジョージ2世は、セント・ジェームズ宮殿で盛大な式典を行おうと、したが、ジョージは、母とその腹心である、ビュート伯爵の助言を受けて、 式典を拒否した。ジョージの母はジョージを家に泊まって、自らの厳しい道徳感を吹き込もうとした。1759年、ジョージは、リッチモンド公爵の妹、サラ・レノックスを好きになるも、ビュート博は、ジョージとサラの結婚に、反対、ジョージもそれに従いサラを諦めた。ジョージは後に、私は偉大な国の喜びや苦しみのために生まれた。 したがって私はしばしば感情に反して行動しなければならないと記述した。ジョージ2世はジョージとゾフィーカロリーネマリーフォンブラウンシバイクボルフェンビュッテルを結婚させようとしたがジョージとその母が反対した。結局ゾフィーはブランデンブルクバイロイト編脅迫フリードリヒ3世と結婚した。 ジョージ2世は77歳の誕生日の目前である1760年10月25日に、宝魚、ジョージが、ジョージ3世として、王位を継承した。そのため、彼の日探しが急がれ、翌1761年9月8日には、セントジェームズ宮殿のチャペルロイヤルで、シャーロット・オブ・メクレンバーグ・ストレリッツと結婚した。週間後の月日、二人は、 ウェストミンスター寺院で体感した。ジョージ3世は祖父と息子たちと違って愛人を抱えず、二人はジョージ3世が精神疾患に悩まされるまで幸福な結婚生活を送った。二人は九男六女、計15人の子供に恵まれた。1762年、ジョージ3世は家族の別邸としてバッキンガムハウスを購入した。 彼は他にも救急電とウィンザー城を所有した。ジョージ三世は生涯を通してあまり旅行せず一生を南イングランドで過ごした。1790年代、ジョージ三世一家はウェーマスで休暇し、これによりウェーマスは海辺のリゾートとして有名になった。ジョージ三世は即位演説で議会にこの国で生まれ教育を受けた私は、 イギリスの名を誇りとすると宣言した。イギリスよりハノーファーを優先した、先代、先々代から距離を置く決心を示すべく、この宣言をハードウィック伯爵が書いた演説に付け加えた。ジョージ3世の即位は、すべての政党に歓迎されたが、その知性の初期は7年戦争に関する対立により、政治不安に見舞われた。また、 トーリー島を非いにしたと見られたため、ホイッグ党からは独裁君主であると批判された。ジョージ3世が即位した時点では、王室御領地からの収入が少なく、歳入の大半は税金や物品税で占められた。そのため、ジョージ3世はクラウンエステートを議会に譲って、その代わりに王室家政と文民政府の支出のための王室費支払いを同意させた。 王室費を支持者への賄賂や贈与に使ったとの指摘は、歴史家からは、不満げな人々からの反対による偽りとして、疑いを差し挟まれた。ジョージ3世の治世を通して、王室の負債300万ポンドは議会によって支払われ、王室費の年金はたびたび増額された。彼は資材を投じて、王立芸術院に、 多額の助成金を与え、収入の半分以上を寄付した可能性もあった。彼の美術品コレクションのうち、最も特質に値するものは、ヨハネス・フェルメールの音楽の稽古とカナレットの作品集だったが、彼は書物の収集家として、最も記憶された。キングスライブラリーは、当時の学者に公開され、新しい国立図書館の礎となった。アラン・ラムゼーによる、 肖像が1762年作。1762年5月、第二次入荷する公爵内閣が倒れ、トーリー島でスコットランド出身のビュート伯爵が組閣した。ビュート伯と敵対した政治家たちはビュート伯とジョージ3世の母が不倫をしていたと中傷し、当時のイングランド人の間の反スコットランド風潮も利用した。庶民議員ジョウィルクスは、 ザノース・ブリトンという先導的な新聞を出版して、ビュート博とその政府への中傷を盛んに言った。ウィルクスは後に先導誹謗罪で起訴されたが、彼はフランスへ逃亡して、懲罰を逃れた。彼は、庶民人から追放され、不在のまま不敬と誹謗で有罪とされた。1763年、戦争を終結させたパリ条約を締結した後、ビュート博は辞任。 ホイッグ党が与党に返り咲きジョージ・グレンビルが首相に就任した。同年、ジョージ3世の1763年宣言により、アメリカ植民地のアパラチア山脈西側への拡張が制限された。宣言の目的は、植民地拡張を南北に振り向けることにあった。宣言で定められた教会は入植した農民の大半に影響を及ぼさなかったが、 一部の声の大きいものの間では不人気であり、植民地人とイギリス政府の間の紛争に発展した。当時、アメリカの植民地人のほとんどが、イギリスの税金を支払わなくてもよかった。ため、イギリス政府は原住民の反乱とフランスによる遠征の可能性を考慮して、植民地の防衛のための支出を支払わせることが、適当であると考えた。 植民地人にとって主な問題は税金の金額ではなく議会がアメリカの同意なしに税金を徴収できるかの問題である。アメリカ人はイギリス人のように代表なくして課税なしの権利があると抗議した。1765年、グレンビルは飲酒法を導入、北米におけるイギリス植民地のすべての文書に飲酒税を課した。 新聞は、印紙された紙に印刷されたため、印紙税の導入の煽りを最も強く受けている者は、同時に、税金反対のプロパガンダを得意とした。一方、ジョージ3世はグレンビルが、国王体験を減らそうとしたことに憤激しており、彼は、大ピットに、首相就任を打診した。短期間の病気の後、ジョージ3世はグレンビルを罷免、ロッキンガム公爵に、 祖閣の対名を降下した。ロッキンガム公爵は、ダイピットとジョージ三世の指示を得て、グレンビルの不人気な因子法を廃止したが、彼の内閣は弱く、1766年には、ダイピットに更迭された。ダイピットとジョージ三世が、因子法を廃止したことで二人はアメリカで大人気になり、ニューヨーク市に二人の像が建てられたほどであった。 チャタム百は1767年に病気になり、代わりにグラフトン公爵が政府を率いたが、彼が正式に首相になったのは1768年のことだった。同年、ジョン・ウィルクスは帰国し、1768年、イギリス総選挙で立候補、ミドルセックス選挙区で得票数1位になって当選したが、再び議会を追放された。ウィルクスは、その後、 再選と追放をさらに2回繰り返したが、庶民委員は、ウィルクスの非選挙権を無効とし、2位のヘンリー・ラットレルが、繰り上げ当選を果たした。グラフトン公の内閣が1770年に、解体したことにより、ノース教を率いるトーリー党が、与党に返り咲いた。ヨハン・ゾファニーによる、肖像が、1771年作。ジョージ3世は経験で、 毎日数時間を祈りに使うほどであったが、この経験さは、彼の弟たちには全く見られなかった。ジョージ3世は弟たちのルーズさにゾッとした。1770年、ジョージ3世の弟カンバーランドストラサーン公、ヘンリー・フレデリックのカンプスキャンダルが暴露され、彼は、翌年に若い未亡人のアンホートンと結婚したが、彼女は、低い身分の出身であり、 ドイツの方では二人の子供によるハノーファーの継承を禁止していた。そのため、ジョージ三世は案を王室の花嫁としては不適切であると考えた。彼は国王の許可なしに王族が結婚することを禁止する、法を制定するよう強よく要求した。この法案は議会で不人気であり、閣僚の一部すら反対したが、 それでも1772年王室婚姻法として成立した。直後、ジョージ3世のもう一人の弟である、グロスター・エディンバラ公ウィリアム・ヘンリーは、エドワード・ウォルポールの諸子マリアと秘密結婚していたことを明かした。マリアが、ジョージ3世の性的とつながっていたこともあり、このニュースは、ジョージ3世の意見の正しさを証明した。アンもマリアも、 宮廷に受け入れられたことはなかった。ノース教の内閣は主にアメリカにおける不満に関心を寄せた。アメリカ人をなだめるために、ジョージ3世が、朝税の権利を保持するための、ただ一つの税と称した、茶税を除くほとんどの関税が撤廃された。1773年、後に、ボストン茶会事件として知られるようになった事件において、植民知人は、 ボストン港湾に停泊中の紅茶輸送船に乗船して紅茶を海に捨てた。イギリスでは植民地人に対する意見が高化。チャタムハクも紅茶の破壊が確実に犯罪であるとした。議会の明らかな指示を得て、ノース協はタイ型たき法と植民地人に呼ばれた一連の法律を導入した。 ボストン港は閉鎖され、マサチューセッツ湾直轄植民地の開設直挙は、マサチューセッツ統治法で改正され、マサチューセッツ上院議員の選出が、会議員による選挙から、イギリス国王による任命に変更された。ピーター・トマス教授によると、ジョージ3世は、政治的な解決策を望み、閣僚の意見には、その成功の可能性を疑っていたとしてもそれに、従った。 1763年から1775年までの詳しい証拠は、ジョージ3世をアメリカ独立革命への実質的な責任を免れさせる傾向にある。アメリカ人は、ジョージ3世を暴君として仕立て上げたが、彼は、この時期には、閣僚の取り組みを支持する立憲君主として振る舞った。アメリカ独立戦争は、アメリカ啓蒙時代による、 アメリカ独立革命の頂点だった。植民地人は議会におけるアメリカ代表の欠如、イングランド人としての権利の否定とみなし、この問題の焦点はたびたび議会が植民地人の同意なく、直接税を課したことに置かれた。ボストン茶会事件の後、植民地人は直接統治の押し付けに反発し、1774年までに自治区を成立させて、全植民地で、 イギリスの統治機構を出し抜いた。イギリス正規軍と植民地の民兵の間の武装紛争は1775年4月の歴史ンンコンコードの戦いで勃発した。国王に議会への介入を要請したオリーブの枝生岩が無視された後、国王は反乱と先動の鎮圧の宣言で反乱軍の主張たちを反逆者と宣告以降1年間の戦闘が続いた。 植民地は1776年7月にアメリカ独立宣言を発表、イギリス国王への不満を訴えるとともに民衆の支持を求めた。宣言によると、ジョージ3世は、ここの政府を退位させ、我が海を略奪、海岸を破壊、街を燃やし、人民の命を奪った。ニューヨークにあった、金メッキのジョージ3世乗馬像は撤去された。 イギリス軍は1776年にニューヨークを占領したが、ボストンを失い、カナダからアメリカへ侵攻し、ニューイングランドを切り離す。大規模な作戦計画は、イギリスのジョン・バーゴイン少将が、サラトガの戦いで降伏したことで失敗に終わった。ジョージ3世が、閣僚の意見を顧りず、ガンとして、イギリスとアメリカの革命軍との戦闘を、継続しようとした。 という疑いがたびたびなされた。ビクトリア朝の作家ジョージトレベリアンによると、ジョージ三世は、アメリカ人の独立を永遠に認めず、その不服従を永遠と続く戦争で懲罰した。それで、反乱軍を疲労、緊張、緊急した状態に陥らせることで、彼らの不満と失望は、自然と後悔と自責の念に変わるという。しかし、後に、他の歴史家たちは、 ジョージ三世の時代の国王に、アメリカのような大量を喜んで放棄する者はいないと、主張して、ジョージ三世を擁護、ジョージ三世の行動が、同時代の君主のそれよりずっと無謀でなかったとした。サラトガの戦いの後、議会もイギリス大衆も戦争を支持し、兵隊に志願した者の数も、高止まりとなった。戦争に反対した声もよく聞かれたが少数に、とどまった。 アメリカでの敗北により、ノース教は首相の座をより有能なチャタムハクに譲ることを提案したが、ジョージ3世は断った。ジョージ3世は代わりに、チャタムハクがノース教内閣に入閣することを提案したが、これはチャタムハクに断られた。チャタムハクは同年に死去した。1778年発、イギリスの主な敵国であったフランス王国は、 アメリカとふつまい同盟条約を締結、紛争が拡大した。直後にスペインとネーデルラント連邦共和国が同盟に加入、イギリスは主要な同盟国が全くない状況となった。閣僚だったゴア伯爵とウェーマス爵が辞任すると、ノース教は再び辞任を要求したが、ジョージ3世に再び拒否された。 金のかかる戦争への反対が増え、1780年6月には、ロンドンで、ゴードン暴動と呼ばれる、騒乱事件が起こった。イギリス軍は、キャムデンの戦いやギルフォード軍庁舎の戦いで、大陸軍に対象したため、王党派は1780年のチャールストン、包囲戦の時点でも、最終的な勝利を信じることができた。1781年末、 コーン・ウォリス・伯爵がヨークタウンの戦いで降伏したという知らせがロンドンに届くとノース教は議会の支持を失って翌年に辞任した。ジョージ三世は位文書を準備したがそれが発表されることはなかった。ここに来てジョージ三世はようやく北米での敗北を認めて平和交渉を命じた。1782年と1783年に 締結されたパリ条約において、イギリスはアメリカの独立を認め、フロリダをスペインに返還した。1785年に、ジョン・アダムズがアメリカ中ロンドン大使に任命される頃には、ジョージ3世は関連して、元植民地との新しい関係を受け入れた。彼はアダムズに、私は最後に分離に同意した人だった。しかし、分離がなされ、 不可避になっていくと、私は常に、独立国としてのアメリカ合衆国と最初に、友好的に付き合う人になると言った。それは、今も同じであると述べた。国債の新しい支払い方法のカリカチュアにおいて、国庫からの資金に溢れている、ジョージ3世とシャーロット王妃はそれを国王一家の、夫妻の召喚に使った。側には、お金の袋を渡す、小ピットもいる。 ジェームズ・ギルレイ作、1786年。質素な食事、誇りよけの白布をかけた、椅子、絵のない額縁などが描かれた、ジョージ三世の倹約ぶり。ギルレイが、1792年1782年に、ノース教内閣が倒れたことで、ホイッグ党のロッキンガム公爵が再度首相に就任したが、彼は、数ヶ月後に死亡した。 ジョージ3世は公認に、シェルバーン伯爵を任命した。しかし、チャールズ・ジェームズ・フォックスは、入閣を拒否、ポートランド公爵の首相任命を要求した。1783年、庶民院は、シェルバーン内閣の総辞職を迫ることに成功。フォックス・ノオス連合内閣が後を継いだ。この内閣において、ポートランド公は首相に就任。 フォックスとノース教はそれぞれ外務大臣と内務大臣として入閣した。ジョージ3世は政治的でも人格的でもフォックスを激しく嫌をした。彼はフォックスを無切操な人で大大子使に悪影響を与えていると考えた。ジョージ3世は嫌をしている閣僚を任命しなければならないことを苦痛に感じたが、ポートランド公爵内閣は庶民人で多数派をなし、 たやすく罷免することはできなかった。政府が、インド政府の改革案として、政治権力を、イギリス東インド会社から議会が任命する代表に、手にさせるインド法案を提出したことは、ジョージ3世の不況をさらに買った。ジョージ3世も東インド会社への支配を強めたかったが、議会が提案した代表はすべて、フォックスの政治名誉であった。 法案が庶民民を通過した直後、ジョージ三世はテンプル伯爵に自分はインド法案に賛成票を投じたすべての貴族を敵とみなすことを貴族院に通知させた。インド法案は貴族院に否決され、3日後にはポートランド公爵内閣が罷免され、ショーピットが首相に就任、テンプル伯爵も国務大臣として入閣した。 1783年12月17日、議会は国王による議会の投票への介入を重罪として休断することを議決。テンプル伯爵は辞任を余儀なくされた。テンプル伯の辞任は政府を不安定にさせ、3ヶ月後には政府が議会での多数派の座を失い、議会は解散された。直後の1784年イギリス総選挙により、ショーピットは、 強い信任を受けた。国王ジョージ3世の3人の末娘、ジョン・シングルトン・コプリー作、1785年頃、ジョージ3世のギニー・金ン1789年、ジョージ3世にとって、ピットの首相就任は、大きな勝利であった。なぜなら、それは、庶民の多数派の選択に従わなくとも、大衆の雰囲気に対する、 彼自身の判断で首相を任命することができることを示したからだった。ピットが首相を務めた期間を通して、ジョージ3世は、ピットの政策の多くを支持それまでに見られない、速さで貴族を、総化して、貴族院における、ピットの支持者の人数を増やした。ジョージ3世は、ピットが首相を務めていた時もその後も、絶大な人気を誇った。イギリス人は、 ジョージ3世の経験さ、そして妻に誠実にあり続けたことを称賛した。彼は子供たちを好み、息子のうち二人が1782年と1783年に、それぞれ溶接したことに深く悲しんだ。彼は子供たちの行動を強く規制し、毎日朝7時から授業を受けさせたほか、宗教行事や美徳に満ちた生活をさせたという。 子供たちが青年期以降にその新年から外れ始めると、ジョージ3世は深く失望した。この時期には、ジョージ3世の健康が悪化し始めた。彼はおそらく遺伝病のポルフィリン症により、急性な創病に悩まされた。しかし、ポルフィリン症とする説には、異論もある。2005年に発表された、ジョージ3世の毛髪に対する調査で、多量のヒ素が発見された。 ヒソのもとは明らかではなかったが、薬か化粧品に含まれていた可能性がある。1765年に短期間発症した可能性もあるが、より長い発症は1788年夏に起こった。議会の会期が終わると、ジョージ3世は、保養地のチェルトナムに向かって休養したが、これは彼が、その一生で、ロンドンから一番離れた瞬間だった。しかし、 彼の病状は悪化し、11月には錯乱して、時々何時間も続けて喋った。身体的には、喉が枯れて、口から泡を吹く結果となった。主治医たちも病院が分からず、その病状に関するデマが出回った。例えば、ジョージ3世がキオ、プロイセン王、フリードリヒビルヘルム2世と勘違いして握手した、とするものがある。当時、 精神疾患に対する治療は極めて原始的であり、主治医のフランセス,ス・ウィリスなどは火星なシップで邪悪な体液を出そうとしたり、ジョージ3世を落ち着くまで縛ったりした。再開した議会では、国王が統治不能になっている場合の殺傷について、フォックスとショーピットが論争していた。二人とも、ジョージ3世の長男で、推定相続人であった。 プリンスオブ・ウェールズのジョージが、摂政に就任することが一番合理的であるとしたが、フォックスが、プリンスオブ・ウェールズの摂政権は、絶対的な権利であると主張したことは、ショー・ピットを行転させた。ショー・ピットは、プリンスオブ・ウェールズが、摂政に就任すると、自身が罷免されることを恐れて、議会が摂政を指名しなければならないと主張した。また、 摂政の権力を制限しようとした。そして、1789年2月には、プリンス・オブ・ウェールズを摂政に任命する、摂政法案が提出され、庶民院を通過したが、貴族院が法案を議決にかける前に、ジョージ3世が回復した。サー・ウィリアム・ビーチーによる、肖像が、1799年、1800年、ナポレオンを手のひらに乗せた。 ジョージ3世。ジェームズ・ギルレイによる、仮価値は、1803年作。ジョージ3世が回復した後、ショーピットと彼の人気は上昇し、一方、大太子とフォックスの人気は下がった。狂気に陥っていた二人の暗殺者、すなわち1786年の、マーガレット・ニコルソンと1790年の、ジョン・フリスに対する理解を示した人道的な対処は、 ジョージ3世の人気を高めた。1800年5月15日にも、ジェームズ・ハットフィールドという人がドルリー・レーン劇場で、ジョージ3世を射殺しようとしたが、同期は、政治的なものではなく、ハットフィールドとバニスター・トゥルーロックの終末的な妄想によるものだった。ジョージ3世は、暗殺未遂事件に全く同じず、幕愛に眠ってしまったほどであった。 1789年のフランス革命により、フランス王類16世が廃位されたが、これは、イギリスの地主の有料を引き起こした。フランスは1793年に、イギリスに宣戦線布告、ジョージ3世は、ショーピットに増税と徴兵を許可、またヘイビアス・コーパスの権利を一時停止した。しかし、オーストリア、プロイセン、 スペインと共に結成した第一次大仏大同盟は1795年に、プロイセンとスペインがフランスと単独交わしたことで、崩壊した。オーストリア、ロシア、オスマン帝国と共に結成した第二次大仏大同盟も1800年に敗北した。イギリスだけが、フランス統領政府の第一統領であった、ナポレオン・ボナパルトとの戦争を継続した。 戦況が短期間和らいだことで、ショーピットはアイルランド問題に集中できた。アイルランドでは1798年に反乱とフランスによる上陸の試みがあった。1800年、グレートブリテンとアイルランド議会はそれぞれ合同法を通過させた。合同法が1801年1月1日に施行されると、グレートブリテン王国と、 アイルランド王国は合体して、グレートブリテン及びアイルランド連合王国になった。ジョージ3世はこれを機に、エドワード3世時代から保持していた、フランス王の称号を取り払った。ブリテン諸島の皇帝の称号も提案された。これは、ジョージ3世に拒否された。ショーピットは、アイルランド政策の一環として、イギリスのカトリックへの差別政策を取り除くことを、計画した。 ジョージ3世はカトリック解放を容認することがプロテスタントを維持するという大観式の制限を破ることになると主張した。国王とイギリス大衆に宗教改革の政策を反対されたことでショーピットは辞任すると脅した。ほぼ同時期にはジョージ3世の病気が再発したが彼はカトリック問題に対する有料が病気の再発を引き起こしたと主張した。 1801年3月14日、ショーピットは正式に庶民院議長のヘンリー・アディントンに更迭された。アディントンはカトリック解放に反対、所得税を廃止、軍縮政策を推進、年次財務諸表の制度を設立した。1801年10月にはフランスと和平、1802年にアミアンの和訳を締結した。ジョージ3世は、 フランスとの和平を本当のものとは見ず、ただの実験として扱った。1803年、戦争が再開したが、世論は、アディントンが戦争中のイギリスを率いることを信用せず、ショーピットの再任を希望した。ナポレオンによるイングランド侵攻はすぐにでも現実になりそうで、イングランドをフランスから守る動きが、大勢の主眼兵を生み出した。 ジョージ3世が1803年10月26日と28日にハイドパークで行った越兵は信仰の脅威が最高潮だった頃に行われたこともあり、約50万人の見物人が集まる結果となった。タイムズ紙によると、群衆の熱意はどんな形容も超えるものだった。とある停戦は11月13日に国王は、 攻撃があった場合に戦場に立つ用意ができている。方床が準備されていたので、警告があれば半時間で動けると書いた。ジョージ3世は、友人のリチャード・ハード主教に手紙を書き、私たちは、毎日、ボナパルトがあらかじめ脅していた進行を行うことを、予想した。彼の部隊が上陸してきた場合、私は必ず我が部下、我が軍の先頭に立って、 彼らを撃退すると述べた。ネルソン死者区が有名なトラファルガーの海戦で勝利を収めた後、進行の可能性は消えた。ブロードイコールボトムへの位置蹴り。において、ジェームズ・ギルレーは、ジョージ3世による全人材内閣の悲面をカリカチュアに描いた。1804年、ジョージ3世の病気が再発した。彼が回復した後、アディントンは辞任し、 ショーピットが首相に復帰した。ショーピットはフォックスを閣僚に任命しようとしたが、ジョージ3世に断られ、グレンビル男爵はフォックスへの不公平を感じ取って入閣を拒否した。ショーピットは、オーストリア、ロシア、スウェーデンとの大同盟の締結に集中し、第三次大仏大同盟の結成に成功したが、1805年には、第一次と第二次同盟の末路と、 同じく解体した。ヨーロッパでの挫折は、ショーピットの健康に悪影響を及ぼし、彼は1806年に死去した。その結果、誰が入閣すべきかという問題が、再び浮上した。グレンビル男爵は首相になり、彼の全人材内閣にはフォックスも入閣した。ジョージ3世は、フォックスの入閣に同意せざるを得ず、その後は、 フォックスとの和解の動きもあったがフォックスが同年9月に死去した後はジョージ3世と内閣が対立した。1807年2月内閣は母兵数を増やすためにカトリックが軍のすべての階級に着くことができる施策を提案した。ジョージ3世はこの施策を取り下げるよう要,要求するとともに二度とそのような施策を提案しないことを約束させようとした。 内閣は取り下げには同意したが、二度と提案しない、約束には拒否した。結局、ジョージ3世は内閣を罷免、代わりに、ポートランド公爵が、名目的な首相に就任したが、実権は、財務大臣のスペンサー・パーシバルに握られた。議会は解散され、直後に行われた1807年、イギリス総選挙において内閣は、庶民人で大多数を確保した。 ジョージ3世は、その後、重大な政治決定を行うことはなかった。1809年に首相が、ポートランド港からパーシュバルに変わっても実態はさほど変わることはなかった。晩年のジョージ3世、ヘンリー・ホップナー・マイヤー作。1810年末、ジョージ3世はその人気が最高潮になったところ、さらに重病になった。彼は、 最愛の末娘アミーリアが死去したことが、この不幸をもたらしたと考えた。アミーリア王女の看護師によると、苦痛と泣きの毎日は、敬用できないほどの狂気である。ジョージ三世は1811年接症法の必要性を認め、王太子ジョージが、ジョージ三世の知性の残りにおいて、接症を務めた。1811年5月に一旦回復の兆しが、 あったが、年末には完全な狂気に陥り、死ぬまで、ウィンザー城に遊兵された。首相スペンサー・パーシバルは1812年に暗殺され、後をリバプール伯爵が継いだ。リバプール伯は、ナポレオン戦争における、イギリスの勝利を見届け、その後のウィーン会議により、ハノーファーが、選定工領から王国に昇格するとともに、領土を大幅に拡大した。 一方、ジョージ3世の健康は悪化した。彼は認知症を患い、全盲になり耳がだんだんと遠くなっていった。彼は1814年にハノーファー王に即位したことと1818 18年に王妃が崩御したことを知ることも理解することもできなかった。1819年のクリスマスには58時間もの間無意味な言葉を喋り続け、 放漁の直前の数週間には歩けなくなった。彼は4男のケント子が公共した6日後の1820年1月29日、20時38分に放漁した。放漁の直前には、最愛の息子ヨークオールバニコーフレデリックが側にいた。ジョージ3世は2月16日に、ウィンザー城のセントジョージ礼拝堂で埋葬された。ジョージ3世の後を、 息子のジョージ4世とウィリアム4世が相次いで即位したが、いずれも存命の着手がないまま放御。ケント公の唯一の着室詩ビクトリアがハノーファー家最後の君主として即位した。ジョージ3世は81年239日間生行き、59年96日間、統治した。その寿命も知性もそれまでのイギリス王よりも長かった。それ以降も、 ビクトリア女王とエリザベス2世のみが、ジョージ3世よりも長い寿命と知性を生きた。ジョージ3世のコレクションより、金星の通過の観察の趣向、1769年。趣向によると、ジョージ3世、シャーロット王妃などが観察を行った。ジョージ3世は、ノーフ、ジョージと風刺家に呼ばれた。はじめは、ジョージ3世が政治より、 平凡なものに趣味を持ったことを風刺した呼び名だったが、後に息子たちと対比して性格が家庭的であると人民に近しいようであるという称賛となった。ジョージ3世の時代、イギリス農業革命はその頂点に達し、科学や工業といった分野が大きな進歩を遂げた。農村部の人口が先例のない増加を示し、同時進行していた。 産業革命が必要とした労働者を提供した。ジョージの数学と科学の器具のコレクションは、ロンドンのサイエンスミュージアムに展示されている。彼は1769年の金星の太陽面通貨を観察するために、リッチモンドアポンテムズでの王の天文台建設を命じた。1781年に、ウィリアム・ハーシェルが天王星を発見すると、彼ははじめそれを、 ジョージの星と命名した。ジョージ3世は1785年に当時最大型であったハーシェルの40フィート望遠鏡の建造とメンテナンス資金を提供した。高精度なクロノメーターを開発した時計職人ジョン・ハリソンへの賞金が身分を理由に滞った際にも公正な評価を下している。ジョージ3世は 悪意の下が私の意図を奴らの好む色に染まることなく、へつらう人々が私の身に余る賞賛をすることなく、評価されることを望んだが、大衆の間では敵として見られたか、賞賛された。知性の初期には人気が高かったが、1770年代中期にはアメリカの植民地人で革命を支持した者の忠誠を失った。しかし、 約半分の植民地人が中世のままと概算された。アメリカ独立宣言において、ジョージ3世に対する不満は、彼が植民地に対する絶対的な防政を敷くために、度重なる障害と権利の侵害を行った、と主張された。独立宣言の文言により、アメリカ大衆は、ジョージ3世に対し暴君という印象を持つこととなった。 ジョージ三世に関する同時代の文献は2種類に分けられた。すなわち、知性の後期で主流だった態度で、国王がフランスの思想と権力に対する国を挙げての抵抗のシンボルとなっていることを示すものか、知性の始めから20年間にわたって続いた闘争から得られた国王に対する印象で、反対派の意見が反映されたものである。両者のうち、 後者の文献を採用した19世紀と20世紀初期のイギリスの歴史家たちはジョージ3世を敵対的に理解した。しかし20世紀中期のルイス・バーンスタイン・ネーミアは足ざまに言われたと考えジョージ3世とその知性の再評価を始めた。20世紀後期の学者アイダ・マカルパイン、リチャード・ハンターなどはジョージ3世を 表情的に捉え、自局と病気の被害者として見た。バターフィールドは、ビクトリア時代の歴史家たちの考えを、エルスキン名は、歴史家が才能を有しすぎるがゆえに間違いを起こす、恒例である。彼の整合の才能、そして、証拠の様々な部分をつなげ合う能力。により、彼は、平凡な先見たちよりも重大で複雑な間違いを、起こした。 彼が最初に間違い始めたことと、紡いだ歴史に学理的な側面を加えたことで、その結果は、制度から逸れた間違った道がそのまま延長されることになる。と、こき下ろした。ジョージ3世は、アメリカの植民地人と戦争することについて、彼の権力、または特権を拡張するためではなく、選挙で選出される議会の朝税権を守るためで、あると信じた。 現代の学者は、ジョージ三世の長い知性において、国王は政治的な権力を失い続けたが、代わりに国家的な道徳の化身となった。イギリスにおいて、ジョージ三世は、ジョージ三世、神の恩寵により、グレートブリテン、フランス、アイルランドの王、信仰の擁護者、など、の称号を使用したが、1801年に、グレートブリテン王国と、 アイルランド王国が合同すると、エドワード3世時代から使用されたフランス王の称号を取り払い、ジョージ3世、神の恩寵により、グレートブリテン及びアイルランド連合王国の王、信仰の擁護者を使用するようになった。ドイツにおいて、ジョージ3世は1806年に、神聖ローマ帝国が消滅するまで、ブラウンシュバイクリューネブルクの公、 神聖ローマ帝国の大水島艦及び剪定校の称号を使用し、その後も1814年の委員会議でハノーファー王として承認されるまで公尺を称した。ジョージ3世は即以前には1749年7月27日から王家の紋章を使用したが、5つの垂れがあるアジュールのレーブルが追加された。 父が死去するとジョージ三世は、エディンバラ公爵と推定相続人の座を継承したが、彼は3つのタレがあるアージェントのレーブルの使用も継承した。また、シャルルマーニの王冠は、一般的には、国王の紋章にしか使われないため、ジョージ三世も慣例に従って、それを使わなかった。即位から1800年まで、ジョージ三世は、国王の紋章を使用した。 すなわち、クォーター I には、イングランドとスコットランドの紋章がペールに使用され、クォーター2はフランスを象徴するフルールドリスが使用され、クォーター3はアイルランドの紋章、クォーター4はペールとシェブロンの形で三分割され、それぞれブラウンシュバイク、リューネブルク、ザクセンの紋章が使用された。また真ん中には神聖ローマ帝国の大水筒館を、 表すシャルル・マーニュの王冠のエスカッシャンが使われた。1800年号土法により、国王の紋章は変更され、フランスのクォーターが取り払われた。新しい紋章では、クォーター I とーがイングランドを、クォーター2がスコットランドを、クォーター3がアイルランドを表すほか、上に先定校のボンネットがついているハノーファーのエスカッシャンが真ん中に置かれている。 1816年に、ハノーファー選定公領が王国に昇格すると、選定校のボンネットが、クラウンになった。1761年9月8日に、ジョージ3世は、メクレンブルク・シュトレーリッツ公師カール・ルートビヒの娘、シャーロットと結婚した。二人は、旧南6女の子供に恵まれた。脳イ・クリスティアン・アウグストの娘が、ロシアの女帝エカチェリーナ2世。 ジョージ3世がシャーロットと結婚する前の1759年4月17日に、クエーカーのハンナ・ライトフートと結婚し、少なくとも一人の子供を設けた、と言われることもある。しかし、ライトフートは1753年に、アイザック・アックス・フォードと結婚しており、ハンナも1759年かそれ以前に死去したので、少なくとも公的に認められる結婚や子供はなかった。 カンバーランドのオリーブ王女を戦勝したオリビア・セレスの娘、ラビニア・リーブズは1866年に裁判にかけられたが、この時の裁判員は一致して、リーブズが提出した結婚証明書は偽造されたものであると判断した。例えば、ホレス・ウォルポールは回想録で、ジョージ3世を批判したが、ジョージ3世が即位して間もなくの頃に書かれた、ウォルポールの手紙では、 ジョージ3世を擁護した当時、税金を支払う、必要のある、アメリカ人は、最大で、年6ペンスを支払うが、イングランドでは平均で25シリングだった。1763年時点ではアメリカからの、歳入が、約1800ポンドに対し、アメリカにおける、軍事支出は22万5000ポンドとされ、1767年には40万ポンドまで、上がった。 ありがとうございます。